こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。はい、このスペーシー Wi-Fi からレンタルしてる 601HW なんですけど、今日ですね、1日頑張って PC に USB 接続した状態で、動画を流しっぱなしにしまして、で今現在の使用量なんですけども、こちらですね、今23時42分で、3.95GB まで使いました。で、まあ、あとですね、この状態から何回かスピードテストをすれば 4GB 超えると思いますので、ちょっとですね、この状態でスピードテストをやってみたいと思います。じゃあ行きます。せーの。はい、今 3.97GB まだですね。はい、じゃあ引き続きいきます。はい、今 3.98GB ですね。はい、もう一回いきます。はい、今ですね、ちょうど 4GB になりました。まだね、23時45分で0時まで15分あるので、このまま続けてスピードテストをやっていって、どこで規制されてどこで復活するか見てみたいと思います。はい、スタート。はい、まだ規制されないですね。もう一回いきます。せーの。はい、今 4.04GB ですが、まだ規制されないようです。はい、続けていきます。今 4.08GB、 まだ規制されてないです。はい、続けていきます。4.1GB、 まだ大丈夫ですね。はい、どんどんいきます。あ、これはもしかして今ちょっと接続できなくなったんですけど、規制されたかもしれないですね。あ、そんなことない、またスピード出る。今 4.16GB まで使ったんですけど、まだ制限される様子ないですね。これこのままいったら0時過ぎちゃいそうなんで、そしたらこれ検証失敗になっちゃいますね。早く規制されろ。よし、行きます。